土曜日に、ヨドバシ行って、それでに、そういうことがありました、つって、日曜日にもう一回行かなきゃなんないから、神さんちょっとヨドバシ連れてくれって話して、で、神さんも今日は用事があるんだ、みたいなこととかを言うんだけど、いいからとにかく行かないとさ、その示しがつかないんだから、つって。で、言ったまま、部屋で、なんか暑、昨日もなんか蒸し暑くなかった、家。蒸し暑くて、家ってなっちゃうと俺しか知らねえじゃん。蒸し暑くなかったっていうことだったら、いや、うちの方蒸し暑かったよって言うけど、蒸し暑くなかった家って言ったら知らねえよって話だよね。あのさ、俺、トルネのことすげえ褒めたけど、一個だけ弱点発見したような気がするんだけど。トルネの、うちのハードディスクのせいかもしれないんだけど、トルネでものすごい量を録画するために、まあ、年がら年中 PS3 がフル回転で動いてて、しかもハードディスクがフル回転で動いてると、部屋の温度ちょっと上がんね。ちょっと俺上がる気がするんだよね。で、トルネアップデートするらしくて、今度、3倍取れるようになるし、3倍モードの録画ができるようになる上に、今までの弱点とあった追いかけ再生を直すみたいなのが出たんだけど、8の直しくんねえかな、みたいな。で、部屋がちょっと熱いわけ。部屋がちょっと熱かったんで、で俺の部屋、もうしかも、いろんなことを、その、パソコンは、ば、あい、その、どちらかってるわ、Windows マシンと、普通の Mac があるわ、なんだかんだり、今何台もパソコンが開いてある上に、昨日買ったソフトを開けたりとか、コミックスタジオを触るのに、コミックスタジオを入れたパソコンと前に買ったタブレットをつけたりとか、まあ、ガッチャガチャなきゃ部屋が。で、その上あっちい中で、朝までそんな勢いで腹立ってるから、うとうとっとし始めて。で、うとうとっとしたんだけど、あっちいからシャツ脱いでパンツ一丁で寝てたわけ。そしたらなんか小銭の入ってるその器みたいのがあるんだけど、それをひっくり返しなくて、まあ部屋中に小銭がいっぱい巻かれてる中で、俺こうやって寝汗ベットベトかきながら、あのフローリングの上で寝汗かくってわかります？フローリングの上で寝汗かくっていう、かくのと、お尻の方も前の方も両方顔の野犬が追っかけてくるの同じぐらい気持ち悪いの。それがね、お尻も前も顔のやつだよ。それが追っかけてくるのよ。だターンすると逆に走るから、うまく切り返そうとすると、あっちターンの手間ねえんだブルブルブルって、あれと同じぐらい気持ち悪い。小銭がいっぱい落ち、まして小銭が落ちてるから。そう、フローリングの床で寝汗かいて、上半身裸で寝るのと、ケツも頭も両方向が頭の野犬に追っかけられるのが同等だとすると、そこに小銭が落ちてる分、もうちょっと気持ち悪いわけ。だその野犬が小銭持ってる場合と同じぐらい、すごい小銭持ってると同じぐらい怖いわけ。怖い？怖いじゃない、気持ち悪いわけ。で、そこで寝てたら神さんが、ね、行くの行かないの？みたいな感じの、ね。行くの行かないのの二択ですよ。その場合は行くの。ね。で、行く行くっつって。で、見たら時間が相当経ってるから、相当俺その一旦ゴロ寝からまあ相当寝てたらしいんだけど、せーらーとか行くよと思いながら、その服バッと着て行って。ほいでヨドバシカメラに行って、で、甘い匂いがしたとかはもう全部嘘。あれをめぐっとかないと、これさっきのと急に繋げちゃうとなんだから。ほいでエレベーター乗ったらさ、エレベーターの中でさ、誰かが金を落とした音が聞こえてさ、チャリンって言ってさ、誰か金を落としたなとは思ったわけ。ほいでしばらくそのクレーム行ったらちゃんといい気持ちにさせてくれたんで、結局クレームじゃなくて買い物もして帰ろうと思ったら、チャリンとお金落ちたわけ。ほいで、あれ金落ちたなと思って、だけど俺ポケットに手入れたりとかしてないし、それからそのお金を落とすようなところ、要するに深いジーパンのポケットの中に財布があって、財布の中の小銭入れのゾーンに金は入ってるけど、それ以外に金が入ってないから、俺のだと思わない。俺の金じゃないと思ってるから、振り向きもしない。まあ振り向いたけど俺のって意識はないわけ。したら後ろにいたなんかおばちゃんが、100円玉拾ってくれて落ちましたよ、つってくれるわけ。俺で、いや、これ俺んじゃねえけどって思うんだけど、したらもう一回チャリンと音がして、したら今度前にいた人が、落ちましたよってお金をくれて、ほいで、と思うわけ。ね。あ、今のマスオさんに少し声似てない？で、思って、あれと思って、俺じゃねえけどな、って俺の金は全部財布にって思ったら、思ったところで、はってちょっと思ったのが、
俺、あの、小銭だらけのところにベタベタの体で寝てたと思って。それでも、その間車に乗ってんだよ、俺。で、その間車に乗った上に、クレームをしてるから、すでになんだかんだで起き上がってから、1時間、いや、1時間半ぐらい経ってんだよ。それなのに、何なんだろうね、俺の体の粘着力が、ちょうど1時間半で切れたんだろうね、あれ。ほぼ同時に切れたらしくて、重い効果から落ち始めて、ほいで俺の背中にものすごい量の金がついてることで俺一切気づいてないわけよ。ほいで、その段階でも、え、何これと思ってるんだけど、ちょっとこう、と思うたびに、ジャリーンと落ちるわけよ。俺ってなってて、ちょっと神さんに、悪いけど俺の背中手入れてくれないかって神さんが、うわーって言ったのね。うわー背中に手が入った一円玉が、チャラ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 って、あの、スーパーファミコンのマリオで、バナナ踏んだ時はわかる。あの回りながらコインがチャラ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 ってあの出るあの感じでコインがすげえ出て、これでようやく気づいたんだけど、まあ背中にありとあらゆる日本の効果がぺったりくっついたまま、それにほぼ気づかず、総額430数円くっついたまま、俺、普通にヨドバシでクレーム入れたり、普通に、こう、パソコンソフトの、説明受けたりとかしてた。結構笑えたな。俺、これがうまく笑えない気がして、すげえ。だ、その時の面白さったら、俺の面白さったら、ないのよ、もう。だってさ、小銭体中についてんだよ。それ気づかないでしょ。皮膚だぜ、俺の。皮膚なのに、なんか音鳴ってねえか。ソットポステの You are mine みたいな音鳴ってねえか。それです。開けっぱなしになってます。ファックス、ラジオネームコウスケ。伊集院さん、私の知っているメール作法では、その場合の絵文字のペコリは、ダイナリあんじゃないですか、60年代のアメ車のダイナリーですけど。ね、エンジンさえついてるよね。不統合のダイナリーに普通のカッコ入れて、アンダーバースペースアンダーバー、アンダーバースペースアンダーバーでカッコ閉じて、小なり。で、このペコリだろ。このペコリだと、多少こう目に反省の色は、まあ、伺えますよね。そう、だってもうなんか、本当にすいませんっていう、すごくこう、頭を下げてる感じがしますよね。やっぱりさっきのピリオドのやつは、なんか怒ってんな、みたいな。ただ、コウスケ君に言っときたいんですけど、なんか話が展開してこういう方向に行ってますけど、僕は絵文字なこと自体を怒ってます。ね、すでに絵文字の種類の、こっちの種類だったら怒りませんみたいな話じゃないのを、逆にコウスケ君がこの、ファックスをくれたことでですね、思い出しました。ファックス番号東京0355629540、東京0355629540で開けっぱなしになっております。この間のその金曜日、野球やろうと思ったら、そのまあ野球日和の天気なわけ。それは野球以外だったら朝起きのまあ嫌だったりする連中もさ、朝起きてあんだけこう日本晴れの青空だとさ、もう飛び起きるわね。それでいて、その、野球のユニフォーム着替えて原付で来るやつは原付で球場集まったら、まあその、夕べからの雨で、球場使えませんってなった時に、みんなが、どうにかして練習場所を確保して、試合は無理だけど練習したいと。それでこう、方々を手配して、今日行って空いてるから使えるようなグラウンド。しかもだって、その球場が特別水はけが悪いわけじゃないから、他でも中心のとこもいっぱいあったりとかするし、で、もともと割と野球の予約が混んでる日で、いつも使わないような球場を頼んだ上でそういうことになってたから、いつも使うような球場いっぱいだったりするのはもう当然わかってんだけど、まあみんなで手分けして電話して、したらどうやらその、上草のグランドが空いてるらしいっつって、上草までみんなで現地移動したら30分くらいかかるんだけど、30分行ってそこでみんな練習してんのね。高校の野球部時代にこれぐらい練習する気満々だったので相当上手くなってただろうなっていう話になって、何なのかね。
もう完全に遊びの野球になると上手くなりたくてしょうがないんだよ。まあ上手くなりもしないんだけど、なんかね、今頃青春みたいな気持ち悪い。